マリア・シュナイダーはアメリカの指揮者、作曲家、アレンジャー、ギル・エヴァンスの弟子でもある。シュナイダーはアメリカ合衆国ミネソタ州、ウィンダムに生まれた。ミネソタ大学で音楽理論と作曲を学んで1983年に卒業した後、イーストマン音楽学校で1985年に音楽の修士号を取得、さらにマイアミ大学で1年間学んだ。 イーストマン音楽学校を卒業後ギル・エヴァンスにアレンジャーとして弟子入りし、ハスラー2やアブソルート・ビギナーズなどの映画やスティングの曲などに携わっている。また1986年から1991年の間ボブ・ブルックマイヤーの下でも学んだ。彼女の作品は、ギル・エヴァンスはもちろんのこと、グラミー賞受賞者のボブ・ベルデン、ルー・マリーニなど、 他のジャズ作曲家の特徴が見られる。1993年、シュナイダーは、マリア・シュナイダー・ジャズ・オーケストラを結成した。5年間ほど、ニューヨーク市グリニッチ・ビレッジにあるビジョンズで週に1回、演奏していた。彼女のオーケストラは、ヨーロッパツアーや数多くのジャズフェスティバルで演奏を、している。シュナイダーは、最初にアーティストシェアでアルバムを制作したアーティストの、うちの一人である。 2004年に発表されたアルバムコンサート・イン・ザ・ガーデンは初めてインターネットだけによって発売されたグラミー受賞アルバムとなった。このアルバムはジャズ・ジャーナリスト・アソーシエーションによって最優秀レコード賞を獲得した。シュナイダーは最優秀作曲歌唱そして編曲歌賞を獲得。そして彼女のオーケストラは最優秀ラージ・ジャズ・アンサンブル賞を受賞した。 シュナイダーのアンサンブルはマリア・シュナイダー・オーケストラに改名した。2007年1月にアルバムスカイ・ブルーを発表、7月にはアーティシェールからもリリースされた。シュナイダーがスカイ・ブルーのために作曲したセリュリアン・スカイは最優秀インストゥルメンタルコンポジションとして同年のグラミー賞を受賞した。シュナイダーはバードウォッチングが趣味であり、 セリュリアンスカイを録音する際にオーケストラメンバーに鳥の鳴き声を彼らの楽器を使って真似をさせた。2008年、シュナイダーは1995年に発表されたアルバムジャイアントステップスをリマスタリングし再リリースした。ありがとうございます。